サーク・ミルゾヤビチ・テルガブリエリアン、民族名、サハク・ミルザイ・テルガブリエリアンは、アルメニア人の革命家、政治家。1886年2月27日、ロシア帝国エリザベトポリ県、主社で、下手屋の息子として生まれた。14歳から、革命運動に関わって、主社実家学校を中退し、1902年から、ロシア社会民主労働党の党員となり、 ロシア第一革命の間は、バクーの党組織で活動。党バクーバラハヌ委員として、ステパンシャウミアン、スエンスパンダリアン、アリョーシャジャパリゼ、ウラジスラフ、カスパロフ、アレクサンドル・ベグザジャン、サルキスカシアン、メッシャジ・アジズベコフラと共同した。1904年12月には、バクーゼンレスト組織者の一人となり、1907年5月に、逮捕。 翌1908年まで石油会社、バフト事務職及びカスピ石油会社でも務めた。石油産業労組連合を創設し、1914年のストライキも主導した。2月革命後は3月にバクーソビエト幹部会員、5月に第1回カフカースソビエト大会代議員、4月にバクーコミューン石油委員を務め。 1918年6月30日から7月31日までは、バク空県チェーカー議長として、現地で、赤色テロを指導した。その他にも、モスクワへの燃料輸送遠征委員やロシア、社会主義連邦ソビエト、共和国国民経済最高会議の石油、大委員会委員を、翌1919 19年まで務めた。同年1月22日から3月3日までは、 カスピカフカース戦線第12軍の革命軍事会議メンバーでもあった。1920年11月から翌1921年5月までは、アルメニア軍事革命委員同年から1923年までは、ロシア共和国人民委員会議、駐在アルメニア社会主義ソビエト、共和国常任代表、同年から1928年まではザカフカース。 社会主義連邦ソビエト共和国人民委員会議、駐在アルメニア共和国常任代表を務めた。同年から1935年までは、アルメニア共和国人民委員会議議長を務め、その他アルメニア共産党中央予び、ボリシェビキザカフカース地方委員、全ロシア中出及びソビエト連邦中出委員とその幹部会員候補も、務めた。 1933年6月28日から翌1934年11月15日まで、防衛、航空、科学建設支援協会アルメニア中央会議議長を務め、その後晩年まで、アルメニア共和国系工業人民委員部でも勤務した。ボリシェビキ第10回及び、第12回から第17回までの党大会出席者でもあったが、 1937年8月に逮捕され、同月19日に死去した。公式発表では取り調べ中に投身自殺したとされるが、射殺されたとの説もある。その後、名誉回復がなされた。ありがとうございます。